皆さんおはようございます西涼平です今日が10月5日土曜日ですねはいということで昨日ははい、えー、僕誕生日でしたはい本当にありがとうございますたくさんのメッセージをいただきました、えー、嬉しいですでまあ昨日は、えー、少しゆっくりさせていただいたので子供たちを、えー、久しぶりにまた迎えに行ったんですけどね、えー、まあ、迎えに行ったら僕は基本的にはあのハグで迎えますはい。 えー、パパ来たよみたいな感じでハグで迎えたらねあの子供たちは両手を広げてスタ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 って走ってくるんですけどねなんででしょうね、えー、初めてなんですけど全く知らない子が僕のハグに飛び込んできて「えー!」みたいな感じで来たんで「おっ!」と思ったけど「おっ!」って言ってパッて顔上げてみたらその,あの違う子を抱きしめてる姿を見てあの膝を崩して泣き崩れる我が子。<laughs> なんでみたいな感じで泣き始めてでそれを横で見てた友達 A と B が「あに何々ちゃんのパパがなんで?」みたいな感じになって、えー、その絵を見ながら「なんでこんな昼に見ちゃいけない昼ドラみたいな絵になってるんだろう」みたいな状況になりましたけどそ <laughs> <laughs> んな感じで、はい、誕生日を迎えてあ、えー、いい、えー、44歳を迎えることができました本当にありがとうございますあの感謝です。 まあ、で今日はですね、えー、心の話をちょっとしようと思いますはい心の話ですねまあ、10月に入ってくると季節の変わり目です、まあ、寒かったりちょっと暑くなったりというのを繰り返して気温気圧の変化がまあちょっと、ね、激しくなってくるのでそうすると体調不良とかも起きやすいですし、えー、特にこの時期になってくると心を病みやすくなるって言われてますはい、まあ、まあこの10月小読み上では 秋の土曜ってのがやってきますしあとは8000っていうのもかぶったりして、まあ、天気も崩れるってことは前回にもお話しさせていただいたんですけども、まあ、そうなることによって、まあ、心のねちょっと乱れが出てくるんですが、まあ、そんな時にやっぱり一番の効果があるかなって思うものはやっぱりハグですかねハグですまあなんでそんなにハグがってことは過去の動画で何度かお話しさせていただいたんですがやはりなかなかできないっていう方もいると思いますそしてまあ できないいい人はどうしたらいいかそしてできる人はまあこういった意味合いがあってハグをしてるっていうのがとっても重要ですよっていうお話をさせていただこうと思うんですけども、まあ、今は心理学的にもたくさんねあの人と人が抱きしめ合うことの効果がこんなに効果あるってことをたくさん言われてますけども、まあ、僕が一番最初にその効果のことを知ったのは前々から言われてたことです、まあ、僕自身はそうですね、まあ、1回目は やはり自分で起業した時にうん多額の借金を抱えて、ね、もう本当に朝も昼も夜も昼夜働いてる時期があったんですねんとずっとその借金を返済するためにやってた時になんか悲しいとか悔しいとか,なんかいろんな感情が、まあ嬉しいとかもそうですなんか抜け落ちていってしまったというか,なんか淡々と目の前で起きていくことをただただこなしていかなくちゃいけないっていう中で僕自身があれもしかしかたら僕は どっかがおかしいのかもしれないってちょっと思ったのはですねやっぱり思い出すのはうんあのうちの先生が亡くなった時にですね本当にすごく悲しかったのに涙が出なかったんですねだからあれその時に何かおかしいなって思ってでまあ、えー、すごい感動する本部とか感動する映画があるよとかそういった、えー、体験をしても涙が出てこなくなってしまったっていうのがあったんですね僕は昔ちっちゃい時ずっと泣き虫でなんでこんなの ここんんなととぐらいで涙が出るんだろうと思って泣いてる自分が情けないってずっと思ってたんです今度はねいい大人になったら今度は泣こうと思っても泣けないですごい悲しいことがあって泣こうと思ってもなんか気持ちが悪くなるというか,なんかそんなことがあったんですねでもその心の壁を一度ぶち壊してくれたのはあの僕のね大尊敬する川村まゆみ先生っていう方がね書いてる、えー「子供たちの光る声」っていう本があります、はい、その本を見た時に いろんんななことが重なったんですねその時にボボボロロロって涙が出出たたのの思いししましたね、はい、その時にやっと泣けたんだって思うことも、うん、一つここは、えー、ハグも重要なんですけども心っていうもの自体は我慢ですよね、えー、悲しいっていう感情大人になると人前で阻からず泣くことなんてなかなかできないと思うんですでも泣くことってすごく重要だったんだなと思った上で 感動して泣いたんですけどその後になんに泣けたことが嬉しくてやっと涙が出たんだと思って泣いたのを覚えてます、まあ、その後にだから一つは感情の中で我慢しすぎるっていうこと、ね、我慢強い人たくさんいますなのでどっかで泣ける時に泣いてみていいって人の前で泣くこと自体が恥ずかしいことではないっていうことも一つ覚えててほしいなと思います、はい、そしてもう一つがやっぱり子供のうの一番最初の当初ですねあの、まあ、病気の宣告を受けた時ですかねあの時は どうだったんですかね僕はうん本当に食いしん坊でよくご飯を食べる人間なんですけどもその宣告を受けた時があまりにもショックすぎてご飯を食べることを忘れてしまったんですね食欲がないぐらいだったんです最初はそのうちなんかん食べることも忘れてっていう状態になってちょうどその時本を書かせていただいてたんですね で本を書かせていただいてた時に出版社さんと打ち合わせをしてた時に出版社さんが僕の顔色があんまり良くないっていうことで僕もその時子どもの病気のことはちょっと隠してたんですねえなんだけどもま打ち合わせ中にちょっと「なんか先生顔色悪いですよ」っていう感じになって一回休憩しましょうかっていうことでまあ休憩をしてえちょっと外をふらふら散歩してたんですね。 そしたらあの何度かねあの YouTube の方でもお名前を出させていただいたしで一度過去には一緒にねあの YouTube にも出ていただいたんですけども、まあ、大川純子さんっていう方がいらっしゃいます、はい、この大岡純子さんっていう方がたまたま、えー、上野だったかな、はい、ですれ違ったんですねだから僕に気づいてくれてあのこっちに来てくれてでその次の日が講演会だったので明日の講演会も行きますよって話しながらありがとうございますって言って僕的にはちゃんと笑ってたはずですし 普通に接してたはずなんですけども、まあ、純子さんがですね、あれって言って、先生、心ずれてますねって言われて、えって言ったら、まあ、人目をはばからずその場で僕を抱きしめてくれたんですね。なんかその時に思ったことは、お腹が鳴ったんですね。ぐーっとお腹が鳴って、で、その時にハッと気づいたんです。うちの先生が昔、人の心っていうのは、本当はここにちゃんとないといけない。ここにね、ないといけないんだけど、 私たちがいろんな感情を持つことによってそして心っていうのは満たされない時動くって言われたんです満たされる場所を持って移動していくんだよって言われてそんなことあるのって、うん、生きてるからって言われてじゃあその心っていうもの自体が頭に行った時どんなことが起きるかって言ったら物欲に支配されるんだよっていうもう物物物でお金お金お金って言い始めてってなっちゃうでも心って何度も言うけど心でしか満たされないじゃあ今度心が胃に落ち込んでしまった時はって言ったら 症症とか過食症っていう問題が起きたということもあるし、まあ、いろいろあります。手に行ったり、足に行ったり、パニック障害は打つっていうこともあるんだよって言ったときに、ここに留めておかなくちゃいけない。ここに留めておくためには、いろんな方法があるんだけど、一つ覚えててほしいことは、大切な人たちができればそれがいい。できないときは、そうでない人たちでもいいから、誰かと誰かと胸と胸を合わせるってことで、心はここにあっても、ここにあっても、あこの位置が自分の定位置だったんだって思い出して戻ってこようとする。 だから大切な人とね時として友人でもいいし誰でもいいから誰かと抱きしめ合うっていう習慣を大切にしなさいって言われたことをパッと思い出したんですねそうだったと思ってまあその時抱きしめられた時にお腹がグーッとなった時にどれぐらい食べてなかったんですかねでもあ僕は自分の体をないがしろにしてたんだなってその時やっと気づいたんですこんなに体は食べ物を欲してたのに子供のこともあったしそれがあまりにもショックでどっかに落ち込んじゃったんでしょうねだからああそうかって思ったのは 突拍子もなく嬉しいことがあった時やとてつもなく悲しいことがあったとき、横にいた人がそっと抱きしめてくれたりする瞬間っていうのも、あれはもしかしたら人の本能かもしれないです。嬉しいときに心が飛び上がって、ちゃんとここに戻そうとするときに誰かが抱きしめてくれる。悲しいときにずんと沈んだときに、誰かに横にいた人が抱きしめてくれて、ここに戻ってこようとするっていうことがあるから、あ僕たちはここに心をとどめておく必要があるんだなって思ったのを今は思い出します。っていうのも、誕生日はですね。 あの家族一人一人、そしてまあ大切な人たちに対して感謝の気持ちを伝えた上で、えー、全員と、ね、あのハグさせていただきました。はいえー、僕の家は、えー、娘とか、ね、子供たちと喧嘩したとき、僕がどうしても喧嘩しちゃってしまったときは、えー、仲直りの握手ではなくてあ仲直りのハグをするようにします。まあ、そういった感じで 心ってて時として釣れますそのずれてしまう心を取り戻す時、えー、いろんな方法があるんですが誰かと誰かが抱きしめ合うってことで心は元の位置に戻ってきますよってこともあるんですがこれがなかなか難しいなっていう方いらっしゃると思いますその場合っていうのは一つ自分自身でこれも本当にあに、のー、もうせ、えっと、これはちゃんと効果があるっていうもの自体も、えー、たくさん言われてますし他には何かというと自分で胸を撫でてあげるっていうのもいいです で、ご主人のことを抱きしめてあげたい、子供のことを抱きしめてあげたいけど、ちょっとまだ恥ずかしいなって思うときは、出かけるときとか、何かのときに、ちょうど心臓の裏側あたり、背中ですね、をさすってあげて、いってらっしゃいって声をかけてあげたりとか、気をつけてねって声をかけてあげるのもいいです。<laughs> あとは それが難しいなって思うときは、ぬいぐるみでも実は代用ができるって言われてます、はい。何かちょっと大きめのぬいぐるみで、なんか辛いな、悲しいなって思ったとき、どうしたらいいんだろう、この気持ちって思ったときは、ぬいぐるみを抱きしめてみたりとかっていうことでも、心っていうのはちゃんとここに戻ってこようとするっていうのがありますってこと。心と運ってつながってます、ずっと。この状態が不安定になると運も安定しません。そこには全部つながってるんですね。なので、心の安定っていうもの自体を、えー、するのが本当に重要なんですが、まあ、 いろんな方法がある中で僕自身がとても大切にしていることっていうのは大切な人たちとのハグっていうことですねぜひとも最近やってなかったなって思う方はやってみてもいいでしょうしその上でできてないなってやろうと思うけどなかなか相手がいないなって思う方たちは自分自身でセルフハグっていう方法もありますしぬいぐるみとかそして誰かの背中をさすってあげるっていうことを通してでも、えー、心っていうのはちゃんと元の位置に戻ってくることを、えー、取り戻すっていうことがある。 といぜひと,とも覚えておいてくださいということですはいそんな感じで今日も元気よく皆さんをカッツポーズで見送っていこうと思いますではいきますいきますぜせーのよっしゃーということで今日も元気よくいってらっしゃいお気をつけて